皆さんこんにちは。女優の田中美佐子さんとお笑い芸人テイク2の深沢邦之さん夫妻が離婚を発表し話題になっています。双方のインスタグラムで突然の離婚を発表したお二人ですが、一体何があったのでしょうか。今回は離婚理由やお二人の間に生まれたお子さんについてご紹介していきます。加えて田中美佐子さんに関する様々な噂についても迫っていきます。ぜひ最後までご視聴ください。インスタグラムで田中美佐子さんは海の景色の写真と長文のメッセージで、深沢邦之さんは文章を動画に載せてそれぞれ離婚報告しています。お二人の離婚発表では詳しい離婚理由について触れられてはいませんでしたが、離婚の噂は以前からあったようです。離婚理由として考えられているのが5つありますので、一つずつご紹介します。まず一つ目は経済格差です。1995年に結婚した田中美佐子さんと深沢邦之さんは、結婚当初から格差婚として注目を集めていました。当時女優として第一線で活躍していた田中美佐子さんの収入は1億円とも言われていました。その一方で無名の芸人から始まった深沢邦之さんの月収は約10万円だったそうです。収入100倍差婚と揶揄されることもあり、当時から離婚が取り沙汰されていたほどでした。田中美佐子さんは仕事を一時セーブしていた時期もありましたが、現在でもドラマや映画、バラエティ番組にも出演されており活躍し続けています。深沢邦之さんも昔に比べると収入は増加していると思われますが、まだまだ田中美佐子さんの方が稼いでいるのが現実でしょう。結婚する際のプロポーズは田中美佐子さんからで、経済格差についても了承していたことは間違いないはずです。そのため経済格差が決定的な理由ではないかもしれませんが、可能性としては十分に考えられるでしょう。2つ目はお互いの不満です。お二人の結婚生活は33年にも及びます。その中で小さな不満が積もり積もったという可能性は否定できないでしょう。過去の番宣のインタビューで田中美佐子さんが、小さな喧嘩はたくさんしているということを発言していました。サプライズ好きな田中美佐子さんに対してあまり興味がない深沢邦之さん。自分はサプライズをするのに深沢邦之さんがしてくれないと怒っていたそうです。また休日は2人で行動することがほとんどなのですが、たまに田中美佐子さんがいないとホッとすると深沢邦之さんが出演していたテレビで発言していたこともあったそうです。不仲ではないものの、小さな不満は溜まっていたのかもしれませんね。3つ目は価値観の不一致です。一般的に離婚する夫婦の離婚理由は価値観の不一致であることは周知の事実でしょう。育ってきた環境が違う人間同士、価値観が違って当たり前ですが、田中美佐子さんと深沢邦之さんもそこを埋められなかった可能性がないとは言えませんね。4つ目は田中美佐子さんと東貴博さんの不仲説です。東貴博さんといえばアズマックスとしておなじみの深沢邦之さんの相方です。同じ事務所の人気女優と深沢邦之さんが先に結婚してしまったことから、アズマックスのプライドは相当傷つき、かなり悔しがっていたと言われています。深沢邦之さんと田中美佐子さんが初めて出会った時に、もちろん東貴博さんもその場にいたことから、僕が先に口説いておけばよかったと冗談交じりに愚痴っていたこともあったそうです。それを聞いていた田中美佐子さんが、自分を軽い女扱いされたと大激怒してしまったとか。それ以来田中美佐子さんと東貴博さんには決定的な亀裂が入ってしまい、ギクシャクしていると言われています。その証拠に東貴博さんが安めぐみさんと結婚された時に、深沢邦之さんは結婚式に参列していましたが、田中美佐子さんは欠席したという事実が残っています。離婚に関しては夫婦の問題なので、直接的な原因ではないかもしれません。しかし自分の夫と仕事柄、関わりの多い相手と不仲であることは決していい気分にはならないはずです。コンビを解散するか、夫婦が離婚しない限り東貴博さんとの関わりもずっと続いていくので、そういった理由も考えられますね。5つ目はお二人の間に誕生したお子さんが成人したことです。田中美佐子さんと深沢邦之さんには2002年に誕生した空ちゃんという娘さんがいらっしゃいます。結婚して7年目に田中美佐子さんが43歳の時にようやく授かったのが空ちゃんでした。2023年現在は20歳を超え無事に成人されていますが、大切な一人娘が成人するまでは結婚生活を続けようと思っていて、成人を機に本格的に離婚を考えたのではないでしょうか。20歳を超えれば人間として自立して生きていくことは可能ですし、立派な大人なので両親の離婚に対しても受け入れてもらえたのではないでしょうか。以上5つが離婚理由として考えられています。真相はお二人にしか分かりませんが、そらちゃんのためにも離婚後も良好な関係性であることを願ってやみません。そんな田中美佐子さんが深沢邦之さんと結婚された当時、35歳とかなり晩婚でした。美人女優として結婚適齢期には結婚相手も選び放題だったはずです。結婚しない人生を送っていた理由として田中美佐子さんは、
子供ができたら女優として終わりだと思い込んでいたことがあったと語っています。30代になって女優業はさらに軌道に乗って自信もついてきた頃には、結婚を考える暇があれば仕事を頑張りたいと言っていました。それでも本心では結婚して子供を産みたいと常に思っていたそうです。そのため同世代の女優仲間と早くお互いの子供が見たいねと話すことも多かったとか、子供も欲しいけど仕事もしたいという葛藤を抱えながら30代はあっという間に過ぎていきました。そんな田中美佐子さんに転機が訪れます。40代に入ると母親役を演じる機会がこれまでよりぐっと増えたそうです。そのため母親役を演じているうちに子供に対する思いがより一層強くなった田中美佐子さん、ついに子供を産む覚悟を決めたといいます。そして無事に誕生したのが娘の空ちゃんでした。田中美佐子さんは誰よりも空ちゃんに愛情を注ぎ大切に育て上げたと言われています。それがわかるエピソードを一つご紹介します。田中美佐子さんはかつて葉山に1億円の豪邸を建てて住んでいました。しかしその後空ちゃんの進学に伴い湘南白百合高等学校の近くに7000万円の高級マンションを購入しています。大切な一人娘と共に過ごすためにそれまで住んでいた豪邸を手放す決断を下しているのです。一人娘との生活を何よりも大切にしていることがうかがえますね。お二人の一人娘である空ちゃんについて様々な噂が取り沙汰されています。空ちゃんは現在21歳で大学生だと考えられますが、進学した大学名については詳しいことは分かっていません。しかし卒業した高校が湘南白百合高等学校で偏差値が60から65と比較的高めです。そのため進学した大学もおそらく偏差値の高い大学だと考えられます。そんな空ちゃんには驚くべきことに障害者という噂があります。しかしこれは全くのデマです。おそらく田中美佐子さんが43歳の高齢出産であったことが噂の原因ではないでしょうか。さらに田中美佐子さんには隠し子がいるのではないかという噂が取り沙汰されています。しかもその隠し子がジャニーズ事務所の大人気アイドルスノーマンの深澤辰哉さんではないかと噂されているのです。この真相も全くのデマであり、田中美佐子さんの夫である深澤邦之さんの名字と一緒であることからこのような噂が出てしまったと考えられます。また田中美佐子さんは交通事故を起こした過去があります。神奈川県鎌倉市で自転車に乗っていた小学生の男の子2人と接触事故を起こしています。鎌倉市由比ヶ浜の駐車場から塾帰りの娘を乗せて県道に出ようとした際に歩道を走っていた小学3年生と5年生の自転車に接触しました。男の子たちは転倒して胸や腕に軽傷を負ったそうです。怪我が大事に至らなかったことは不幸中の幸いと言えるでしょう。いかがでしたでしょうか。田中美佐子さんと深澤邦之さんは33年の結婚生活にピリオドを打ち離婚することを発表しました。結婚当初は格差婚と揶揄され、早々に離婚するのではと噂されていましたが、お二人の間には娘さんも誕生して幸せな結婚生活を送っていたと思われます。しかし結局は離婚を選び、それぞれの道を歩むことを決断しています。離婚理由についてはお互いに詳しいことを言及しなかったことで様々な噂が取り沙汰されています。経済格差や価値観の不一致、東貴博さんと田中美佐子さんとの確執や一人娘の成人による離婚とも噂されています。真相は当人たちにしか分かりませんが、お二人ともに芸能界で活躍されているので今後もお仕事に邁進してほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。